はいえー、今回はですねまあ真に受けるなってことをねお話しようかと思いますワンクリックで100万円稼げますとかねやれば確実に儲かりますとかねいやそういう言葉を聞いて真に受けてる人って本当にいるのかなと思うんですよねある程度社会に出て苦い経験もしてそこそこ騙されたりとかうまくいったりとか成功があったり挫折があったりとかして人間でできてると思うんですよなのに目の前に絶対稼げますみたいなことがあってなんで疑わないのかなと思いますよねあの世のの中にはキャッチコピーってのもありますし 勢い余ってね、えー、3倍で、えー、トークするる人もいるわけですよ。まあそういうのを差し引いていやそうは言うけど確実とか絶対ってこの世の中にはないでしょ、ね、あなたは絶対って言うし絶対みたいなこと書いてあるけどもでも私はリスクエッジするよぐらいのことは別に当たり前だと思うんですよ、うん、だからねあの別にこれね詐欺をね正当化しようと思うわけではないんですけども世の中には当たり前のように詐欺があって世の中には当たり前のように 頑張ったんだけども約束が果たせないでごめんねっていう風うな人がいるんですよ。いやこれ誰しも経験があると思うんですよ。硬い約束を破ってしまったっていうね苦い経験あると思いますけども破られた方としてはねいい加減しろって話じゃないですか。でもなんで破った方がのうのうとしていられるかっていうとこのぐらいの約束破りなんて誰でもしてるじゃないかっていう風なね一般論にすり替えてるんですよ。誰でもしてることをやっていいっていうことにはならないんですよね。誰もがやってるけど でも俺はしないよみたいなねそれが気高さだと思うんですよね、えー、それからあとね必死で謝ったら許されるっていうのも勘違いなんですよあの謝れないのは最低なんですけども謝って済むことと済まないことがあるわけですよねでそう考えたらことが起きて何かに損害が出るときにその損害は自分も被る時があるなその可能性あるなっていうのを覚悟するのは当たり前だと思うんですよ この会社で頑張っってて稼いでいでででくぞって入社するわけでしょでもそうならないわけじゃないですかで自分の人生なんてはっきり言って会社とか他社とか誰かが保証してくれるものではないですし保証しますと言われていてもそれは保証はされないよねっていうふうに思っていかないといけないですよね当たり前に誰がどう世の中を保証してくれるんだって話ですよ生活保護って制度も実際もらえるかどうかわからないわけですよね、うん、水際作戦みたたいなこととがあったりとかね なんかいろんなバッシングがあったりそうとかして難しいわけですよどんなこともそうですあの約束なんてね約束して守られるものではないんですよ守られだから契約書なんてのもね契約書が世の中にいくらでもあるわけですよその契約書全部が履行されましたかってことなんですよ 契約破りっていうのはあるわけですよね契約が守られなかったとかねいくらでもありますとんズらかまされたとか不渡りだったとかそういう現実に触れていれば絶対だっていうふうに1万回言われてもあなたが絶対って言ってるだけで現実的には絶対じゃないよねっていうふうに腹の中に落とせるはずなんですよね。これ何が言いたいかっていうことなんですけどもこれビジネスことビジネスにおいて裏切られることは当然ありますし。 あとね、発信者とか販売者としては、絶対って言葉を使ってしまえば、お、ま、前、あ、絶対って言ったなって、いくらでもね、突っかかれるわけですから、言い訳が通用しなくなるわけですから、まあ、ですから、あの、やっぱり、キャッチコピーといえどもね、ほどほどにしないといけないなってとこですよ。まさに、マトリックスアフィリイトじゃないですか。ね、数百万アクセスをあなたのサイトに流し込みますとか言って、散々パラの動画があってね、ずっと私も見ましたよ。アクセスが欲しいなと思った時なんで。あ,あんなもん、とんずらですわ。100万ほど持って。 あこの野郎と思ったけど、まあ、こんなもんだよなと思いましたよね。で、悔しいんだったら、取られた100万をどうにかしようって思うよりも、じゃあ、100万取られたんで、500万稼ぎに行っちゃろうか、みたいな、新しいね、アクションを起こした方がいいなと今思ってますけども、でもなかなかそうは思えないですよね。やられたらね、恨み晴らしてやるぜ、みたいになっちゃうわけですよ。うん、マトリックスアフィリエイトに、平成のガリレオ。平成のガリレオ。 吐く息ラガリレオかみたいなねあの時のあれですね役者さんどこ行ったんでしょうねどうなったんだろうなと、うん、でまあそれをね掘り返すまでもなく世の中っていうのはあのどう人を騙すかってことを真面目に考えてる人がいるんですよだからねこういう言葉で示させてもらいます信頼の向こうに詐欺があるんですよね信頼してないところに詐欺は発生しないということでございますいってらっしゃい